あ、フラノの文字が下からじゃ見えねえな。あ、どうもイズログです。あ、撮りますよ。あ、もう撮ってるよ。いや、ちょっと JA フラノのヘルパーリレー来たから、ちょっとラベンダー見てきます。まあまだいいんじゃないか。やべ、今、今ねリフト乗ってます。これね、今のとこね、なんか北西なんかスキー場らしくて、まあ、スキーリフトをやってる俺からするとね、初めてなんだわ、このシングルリフトオンリーのスキー場ってね。だから多分ここがあれになるんだわ、雪降ったら多分スキー場だろうね。ゲレンデになるし。おお、いやー、すごい。往復400円で乗れるんだよね。で、強制的にもう往復になるらしい。400円払ってて、いや、でも、あ、いい匂いだ、ラベンダーのいい匂い。すごい、ラベンダーってすごい匂いきついんだよ。マスクしてるの匂いが分かる。でね、富田ファームに行こうと思いきやね、富田ファームよりも一個手前でちょっと入っちゃったんだよ、ラベンダー見えたら。だからまあ飲料なかろうか。まあ、まあ、ラベンダー岡村さん、超すごい。いや、でもシングルリフトって超すごいファーム。こっから見えねえかな。いやー、天候もして富田ファームはーって見えねえか。下からこのフーラーの方がちょっと見えないな。ラベンダー畑か。おお、で、一応リフトから降りたんだけど、このラベンダーって秋田からの贈り物だったんだよね。それ初めて知ったわ。いやー、頂上からの景色がいい。これ富田ファーム見えねえのかな。もっとあっちか。ああ、まあ大体こんな感じだな。今日天気いいし、すごいいい日に来ましたね。ああ、いい日に来たわ。このこの景色がすごいよな。真紫。はい、今ね、北西山のラベンダー畑を見終わって、次富田ファーム行きます。でもまあ、このまあ見る価値全然ありだよね。実は多分あっちはあれだろう、
普通に野生で群生してるラベンダーかもしれないし、まあ大体いい販売機が出てくる。あとね、シングルリフトっていうのがね、怖いかもね。うん、まあ冬場と違って風がないから、まあいいんだけど、久々だよね。シングルリフトが好き、多少乗ったことはあるけど、次、富田ファーム行ってみようか。